行為とは、皇帝、天皇の位。帝位、天位とも表現する。2020年現在の皇居座。即位礼聖殿の儀のために、皇居宮殿聖殿、松の間に運ばれた際に撮影行為は、御座居の意味で、天皇の玉座である、皇居座にいるという意味である。前、天皇から行為を受け継ぐことを皇位継承、または、行為を踏むとも言う。古代では、 質疑が皇位と同義語である。諸外国における国王、皇帝の地位を意味する王位、定位に相当する。皇位継承は1889年に発布された大日本帝国憲法及び旧皇室天半にて初めて明文化された。1947年に施行された日本国憲法及び皇室天半では天皇の地位は 主権の損する日本国民の総意に基づくものとされ、皇位継承に関しては、皇等に属する男系の男子が世襲するものと規定している。また、天皇が存命中に行為を他者に譲ることは基本的に認められていない。古代、中国及び日本より行為を象徴するものとして、いわゆる伝国寺、三種の神義が挙げられる。これらを前、天皇から受け継ぎ、 所持することが正当たる天皇の証とされた。ただし、言葉天皇のように三種の神儀を持たなくても即位した例があるので、必ずしもこれらが後位継承の絶対条件ではないことに注意する必要がある。北朝に代表される後位継承は逆に正当なものでないとすることもある。ありがとうございます。